ダチョウは、蝶甲ダチョウクダチョウカダチョウ属に分類される蝶類。鳥でありながら飛ぶことはできず、タイラムネ類に分類される。シュとして、北アフリカダチョウ、マサイダチョウのレッドネック系、ソマリアダチョウ、南アフリカダチョウのブルーネック系、南アフリカで育種された、アフリカンブラックがある。俗名、ストルーテオはギリシア語でダチョウの意。王子、ダチョウは、 サハラ砂漠以北にも生息し、地中海世界にもある、程度馴染みのある鳥であった。この語はまた、英語、オーストリッチなど、ヨーロッパ各国でダチョウを意味する語の語源でもある。種商名キャマラスは、ラクダの意。日本においては、江戸時代の万治元年に、オランダ東インド会社を通じて、ケープ植民地からダチョウが持ち込まれたことが、徳川幹に記録されている。 江戸時代の日本では、オランダ語のストルーザーボーゲルにちなみ、ホーゴローと呼ばれたことがある。アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、カメルーン、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ボツワナ、マリ共和国、南アフリカ共和国、 南スーダン、モーリタニア、モザンビーク以前は、中東に、アシュ、SC シリアカスが分布していたが、1966年頃に、絶滅した。オーストラリア、エスワティニニーニュー。オスの成長となると、体高230センチメートル、体重135キログラムを超え、厳生する鳥類では、最大種である。頭部は小さく、 頸部は長く小さな羽毛に覆われている。ダチョウは翼を持っているが、竜骨突起がなく胸筋は貧弱である。また羽毛はう軸を中心に左右対称でふわふわとしており、揚力を得て飛行する構造になっていない。地は頑丈で発達しており、キック力は100平方センチメートルあたり4.8トンの圧力があると言われる。 あとは大きな鍵爪がついている中指と、外指の2本で3本指のエミューやレアと異なる。翼頭の羽が白く、胴体の羽は、オスが黒色、メスが肺褐色である。以下の亜種の分類、分布は IOC ワールドバードリストに従う。サバンナや砂漠、低木林等に生息する。群居性であり、年齢、性別を問わず混合して、 グループを形成するが、繁殖期には1羽のオスと複数羽のメスからなる小規模な群れを形成し、オス同士でテリトリーをめぐって争うことがある。繁殖様式は男性でオスが地面を掘ってできたくぼみにメスが卵を産む。最初に卵を産むメスが群れの中でも優位であり、最初のメスが産む卵の周りに他のメスが産卵して外敵に備える。卵は 長径約1 1トルの大きさがあり、その卵黄は現在確認されている世界最大の細胞である。鳥類はもともと他の動物に比べて視力が優れているが、その中でも一番視力が良く4 2 5メートル、離れたアリが移動する様子も明瞭に視認できる。食性は雑食性とする説もあるが、蝶は他の鳥類に比較して非常に長く 馬やウサギと同様に草の繊維質を蝶で発酵させてエネルギー源とすることが分かっており、草食動物と定義することができる。また、飲み込んだ石を遺跡とし、木々に置いて食べた餌をすりつぶすことに利用する。1983年に、アルジェリアカメルーンスーダンセネガル、中央アフリカ共和国、チャドナイジェリアニジェールブルキナファソマリ共和国、モーリタニアモロッコの個体群のみ、 ワシントン付属書 i に掲載されている。鳥として食肉、祭壇、羽根が利用され、また大型であるため比較を取ることができ、一部では常用としても利用された。利用価値が高いため繁殖地域では人為的な飼育も行われて公益品となった。近世に個人的収集から公共的な目的をもって制度化された動物園で人気種として親しまれている。 ダチョウは陸上生物の最大の眼球を持つとされ、まつげが長い愛嬌ある顔と人を恐れない性質があり、ダチョウ特有のついたち見ても飽きのこない愛らしさ、滑稽さを持つ行動は人の目を釘付けにし楽しませてくれる。一定の需要があるため、日本国内にも観光用の飼育施設だけでなく、食用の肉や卵を供給するための専門のダチョウ牧場がある。 食肉や比較を得るために飼育されるダチョウの寿命は1年だが、羽のために飼育されるダチョウは9ヶ月ごとに羽をむしられながら長ければ15年間生きられる。ローマ時代のモザイク画に描かれた飼料の様子古代エジプトの壁画にダチョウを飼育していた様子が描かれている。1652年、オランダ人が南アフリカのケープタウンに上陸した後は他の野生動物と 同じくダチョウの捕獲、土殺が盛んに行われた。17世紀頃からダチョウの飼育が活発化し、20世紀に至るまで金、ダイヤモンド、羊毛と並んでダチョウの羽が南アフリカの主要貿易品となるに至った。長らく南アフリカの独占的畜産業であったが、1993年に南アフリカからの主卵、主鳥の輸出が解禁され、後発の課金として、 世界中に飼育が広まった。日本においても1990年代後半から飼育数が増加し、生産者団体が発足するなど活発化し、2008年に家畜伝染病予防法の対象動物となった。古代ローマの料理家だったマルクス・ガビウス・アピシウスがダチョウ肉料理の記録を残している。なお、旧約聖書においては近畿とされる動物になお、連ねている。 ダチョウ肉は高タンパク質、低脂肪であるため、欧米、特に欧州連合諸国では、BSE 問題が追い風となり、健康面に配慮した一部消費者により、牛肉の代替赤肉として消費されている。消費量は、世界的には、年間数万トン、日本国内においては100トン程度の消費量が推計されている。ダチョウの肉は、 鉄分が豊富で赤みが強く、歯ごたえのある食感をしている。また低脂肪で、エルカルニチンも豊富であることから、ヘルシー食肉として認知が広まりつつある。他の畜肉と比べ、アラニン、グリシンといった甘み成分のアミノ酸が豊富である。料理法としては、ステーキ、焼肉、ハンバーグ、カツレツの他刺身、叩きといった生食でも施行される。脂肪が少ない分、 癖は少なく和洋問わず味付けの幅は広い。牛肉に比べると加熱しすぎると硬く、ジューシーさが失われることがあり、ダチョウ肉に見合った調理加減が必要である。ダチョウには流骨突起がないため胸肉がほとんど存在しない。食用とする肉の大部分はもも肉である。各国各生産者の分類によるが、もも肉のうち特に柔らかい肉が、 フィレ肉と分類されていることが多い。また首の肉や、砂肝、肝臓、心臓等の内臓肉も食用に用いられる。ダチョウの卵キプロスのラルカナのセーラザロ協会の天井に吊り下げられたランプに使われているダチョウの卵殻現在確認されている世界最大の単細胞である。軽卵の25倍、重さは 1.5kg にもなる。卵は過食であり、非常に大きいが、 味は薄く、決して美味ではない。アフリカの狩猟民族にとっては貴重なタンパク源である。ただし、現地ではもっぱら子供や老人の食べ物とされ、成人が食べるのは恥とする習俗がある。卵は、鶏卵の20個分の量となる。古来から普段は動かないように見える卵から生命が帰ることから、復活のシンボルとされており、大型のダチョウの卵は、 キリスト教会などでイエスの復活になぞらえて人々の前で飾られ残悔心を呼び起こすシンボルともされた。乱獲は厚さが2ミリほどもあって頑丈なため現在はアートなどにも利用される。抗体生産への利用京都府立大学教授塚本康弘がダチョウの卵を利用して抗体を低コストで作ることを発案した。 このダチョウ抗体を使用したマスクが販売されている。通常、抗体の生産にはケーラ卵を用いるのが一般的であるが、巨大なダチョウ卵は1個の卵で抗体4ムを作ることができ、マスクにすると卵1個で4から8万枚を生産することができるとしている。同研究グループでは、インフルエンザウイルス等の抗体の他にキビ原因菌の抗体などの生成にも成功しており、 商品化が進んでいる。1919年頃、オランダ・アムステルダムで製作されたダチョウを使った、羽飾りプリンス・オブ・ウェールズの希少である、プリンス・オブ・ウェールズの羽羽羽は古代エジプトにおいて、真実と公正の象徴として、エジプト神話の神々やファラオの装飾品に用いられた。欧米でも、孔雀の羽などとともに装飾品として利用されている。中世ヨーロッパでは、 騎士の兜の装飾品に使用された。イングランドのエドワード・クロ大使が、ダチョウの羽三本を紋章としたことから、現在もプリンス・オブ・ウェールズの希少に用いられている。1912年に沈没したタイタニック号の積み荷の中で最も高価だったのは12ケース分のダチョウの羽で、現在の価格では2億5000万円以上だった。帽子飾りによく使われる他、 大量の羽を使用した装飾は舞台衣装に使われることも多い。なお、宝塚歌劇団のトップスターが着用する羽飾りもダチョウの羽である。鳥の羽には基本的に互いをつなぎ合わせるための小さなフック状の突起があるがダチョウにはない。そのためそよ風に流されたりふんわりと膨らんだりと優雅な雰囲気を持つ。また、この羽はほとんど静電気を帯びないため、 情報機器や自動車のダスターにも使用される。オーストリッチと呼ばれる比較製品はダチョウの背中の部分の皮膚を利用したものである。軽くて丈夫なことを特色とし、バッグ、財布、靴などに幅広く利用されている。外見にも特徴があり、クイル、シボなどと呼ばれる羽毛根が多数散らばり、全体として水玉のような模様を見せる。 メディアを再生する1933年頃にオランダで行われたダチョウレースの模様場などと比べると常用に適しているとは言いがたいが人間を乗せて走ることができる。日本ではダチョウランドでのみ乗ることができる。アメリカ合衆国では騎手を乗せたダチョウレースが開催されており、1907年にオハイオ州のグリーンビルで開催されたダチョウレースで、 騎手を乗せたダチョウが半マイルを1分3秒で走ったという記録がある。ダチョウは危険が迫ると砂の中に頭を突っ込む習性があるという迷信がある。実際にはダチョウにこのような習性はないが、この迷信上の姿から HE is h i d i n g his head like an ostrich, follow an ostrich policy といったような言い回しが派生した。これは 現実逃避する、都合の悪いことを見なかったことにするといった意味。国内、国際政治でも、安全保障上などの危機を直視しようとしないことを、オストリッチポリシーと呼ぶ比喩表現がある。ダチョウは、危険が迫ると、砂の中に頭を埋める習性があると長く誤解され、続けてきた。この迷信における最も古い記述は、古代ローマの、博物学者、ガイウスプリニウスセクンドゥスが、 博物史十巻一章においてダチョウは頭と首を茂みの中に押し込んだ時体全体が隠れていると想像すると書いたことが確認されているこのような迷信が生まれたのはダチョウのいずれかの修正が誤解されたと専門家たちは考えている一つ目はダチョウは繊維質の食物を消化するのを補助するため砂と小石を飲み込む際に砂の中に頭を突き刺す修正がある また、地面に生えた植物を食べている姿も遠くから見れば、砂の中に頭を隠しているように見える。二つ目は、鳥の防御行動の一つに由来していると考えられている。自らの身に危険が訪れた際、ダチョウは体を低く横たえ、長い首を地面に押し付けて外敵から見えにくくする。ダチョウの羽は、砂の土壌とよく混ざり合い、遠くから見ると、頭を砂に埋めているように見える。 三つ目は、ダチョウは巣を作るとき、長い頭を使って地面に浅い穴を掘り卵の巣を作る。そして、頭を使って毎日数回卵を回す。このようにして、頭を地面に向けているダチョウが、頭を砂に埋めているのだと誤解された可能性がある。ダチョウは、古来より、火を食う、石を食う、鉄を食う、銅を食うなどと言われている。当の、本蔵周囲、北市にも、 このようなダチョウの植生についての記述が見られる。アルベルトス・マグヌスは、ダチョウが火を食べることは否定しているが、石を食べることは肯定している。ありがとうございます。